こんばんは。こんばんは。バンドリー青山本店菊池です。バンドリーセールスアドバイザーの大修也です。本日のテーマは、ニットの肩掛けスタイル、ということでお送りします。やってますね。もう、早速というかもう、私の中では定番。うん、ああ、そうなんですね。まあ、ニット問わず、うん、まあ、シャツだったり、いろいろ肩掛けしてるんですけど、はい、まだまだ、なんかニット肩掛けといえば、プロデューサー掛けみたいな。はいはいはい。いじられる系ですね。あ、そうそうそう、そう、はいはい。そうなんですよ。なんか、おしゃれとしてとか、ちょっとアクセントとしてというよりは、うん、まあ、なんかちょっと、僕がやるのもね、みたいな雰囲気になりがちな方も多いと思うんですけど、うん、まあ、そうならないような、ちょっとこう、コーディネートとか、スタイリングをご紹介できればなと思います。なんかこう、素足に革靴とかと同じで、はい、ちょっとデビューに勇気がいるスタイルかもしれないですけども、はい、そのマインドブロックのちょっと外し方とか、あとね、ちょっとやっぱコツっていうか、まあ、ルールまでいかないんですけども、やっぱりちょっとこう、押さえどころっていうのが、はい、大事なものがありますので、うんうん、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい。はい、メンズファッション、まあ1月っていうと、はい、私たちの頭の中はやっぱりこうピッティの最新のこのスタイルっていうのは、そうですね、気になりますよね。やっぱり情報としてもね、なんか出まして、まあ真冬、まさに今の、はい、スタイルにも参考になるし、うん、そういう意味では一般的な視聴者の方も注目してるの多いんじゃないですかね。多いですよね。で、なんか私は、だいたいこう毎年、まあじゃあ色とか、スタイリングとかで、うん、あ、なんかこう、フックになるような、はいはい、あ、これがポイントだなって思うようなことがあって、うん、それの今年版が、僕はこう、ニットの肩掛けだったんですよね。うん、はいはい、まあ業界の人はね、やってる人はやってるんですけども、うんうん、あ、これちょっとムーブメントなんじゃないかなって、そうですね。思ったんですけども、はい、はい。まあ僕もまさにいて、去年のスタイルとしてもそのプレッピーとか、はい、トラット、そういったこう流れがこう復活してきて、うん、その中でこうコンブレだったりジャケットの上からこうニットをかけて、うん、でまあ原則的にはやっぱりこうレイヤードできる、うん、肩掛けっていうのがもう基本だと思うんだけど、はい、でも今回僕ピッティで感じたのは、当然そういう風にこうまあシャツ着てタイしてジャケット着てコート着てその上からニット肩掛け、うん、まあマフラー代わりに結構使ってるのがそれがねすごく新しく見えたんですよね。うん、まあ形で言うとこういうことですよね、はい、ニット着てコート着て、はい、もう一回ニット肩掛けしてって、うん、後ろやっぱコートなんで後ろ姿がこういう、まあ、見え方ですね。そうですね、なんかこういう感じ、はいですね。感覚としてはでもこうパーカーが後ろから出るぐらいの感じで着てもらうと、うん、そんなにこう照れくさくならないと思います。そうですね。で、笹岡さんのでも、はい、去年の年末これされてて忘年会だったかなしてて、うん、すごいやっぱ後ろ姿かっこいいなと思ったのと、あとなんかね、はい、あえてなんていうのコートの上からをニット肩掛けっていうのが、うん、ちょっと今までジャケットにコート、肩掛けっていう、うん、まあブルゾンだったり、はい、なんか今年はそれをこうまあ意識してたわけじゃないんだけど、うん、やっぱりそのイタリア人の人自体が肩掛けするスタイルってあんまりこう、うん、イメージないんだけど、うん、そうです、ね、なんかやけに多いなっていう、はい、それであえてこういうなんかウールとか、まあ、カシミヤとか、うん、チェスターだったりこういうバルカラー、テンカラーとか、はい、そういったコートの上からニット肩掛け、うん、マフラー代わり、それがなんか一つのなんかキーワードになりそうな気がして、うん、ただ今日のタイトル、はい、やっぱりこれ、まあ、マフラーとかもそうですけども、うんうん、コーディネートね何でもかけていいかっていうとまたちょっと違ってきて、そうですね、なんかどう、はい、どういうこうルールでかけると、うんうん、様にあるのかっていうポイントをちょっとこれから見ていきたいと思います。そうですね、まあ、これもそうなんですよね、はい、ニットにニットってな、まあ、結構そういう無造作にかけてる人もピッて多かったんだけど、はい、まあ、これはちょっとこのコーディネート上は一応このボーダーにインナーのボーダーの上からカーディガンを着れる、うん、でコートを着るっていう前提でちょっとこう外しで肩掛けをしてるっていう、はい、
ちょっとじゃあその辺詳しく見ていきたいと思います。はい。ニット肩掛けスタイルのちょっとポイントをご説明したいと思います。今日今私これからニット肩掛けにしようと思っています。で、前提はですね、やっぱりその肩に掛けているニットをインに来た時でもコーディネートがこう成立しているかどうかっていうことだと思うんですよね。うん、そうですね。やっぱりこう一応ファッションなんですけども、あくまでもじゃあ暑かったから脱ぎました。で、持ってるのはめんどくさいんでちょっと、肩掛けちゃいました。みたいな、あの、ストーリーを装っていただくのが、やっぱりこのポイントの、スタイルのポイントだと思います。うん、なので僕の場合これどうするかっていうと、ですね、じゃあ暑いとしますよね。で、これを、上脱ぎます。で、脱いで、まあ、キャメルなくなって、あ、モノトーンコーデにしようと。まあ、これ成立してますよね、ここでね。コーデが成立していて、それでこれをかけるんですよ。なので、なんかここで全然関係ない緑とか赤とかっていうニットに、あ、今日しよう、上からかけようっていうんじゃなくて、あくまでもインにも合わせた感じってことですね。で、かけ方はですね、いろいろありますけども、基本的には、まあ、こう。これは前側ですよね。前側をこう折っていただくと。折っていただきます。それで、この背中側を見せながら、こういう感じかな。高さ見えるかな。見えますかね、高さ。はい。こういう感じで背負ってもらうということですね。で、まあボタン、まあどうかな。ボタン止めて、例えば、止めてるけど、ちょっとラフとかがいいかな。開けてもいいですけど、まあ開けてもいいか。開けてベルト見せてもいいですし、あとは、こう、前で結ぶと。結ぶときは一回ですね。結ぶときも、僕はですけど、この、上っていうよりは、ちょっと下ぐらいの方が、こう、やっぱり、ラフにっていうかね、こう決めすぎてない感じに見えるので、僕はこう、下目にやってますね。はい。まあ、寒いときにはもうちょっとこう、上でマフラー代わりじゃないけど、うん、そんなかけ方も、僕なんかはしちゃいます。あ、マフラー代わり。はい。あとは、ちょっとアレンジとしては、もし袖が少し長めだったら、うん、袖の先をちょっとこうやって折ってあげたりしても、ちょっとなんか、そうそうそう、まあ、クレッピーじゃないですけど、うん、これね、ちょっとポイントなんですよ。この裾ですよね。裾をこう、一人こう、はい、折るっていうのを、ちょっとこうアクセントになる。はい。で、なんか、そうそう、左右をちょっとラフにしてもいいですし、はいはい、あと僕やるのは、たまにこの、中心をずらすんですよね。ちょっとこう、斜めに、うん。後ろから見ると転がりですね。これが左右対称ですけど、まあ、大げさに言うとちょっとこういう感じ。軸をこうずらしたりとかしても、まあ、よりこうラフな感じになったりもします。ちょっと今鏡がないんであれなんですけど、ちょっとこっち側だけ分量が多いと。そういう書き方したりしてもいいと思います。まあこれの成立っていうのはやっぱりインナーも今、モックネックもニットですよね。はい。で、プルオーバーのニット。でもこれも、やっぱりこうインナーがちょっとこうハイネックだったりモックネックだったりに対して V ネックっていう、うん、そのこの V ゾーンがちゃんとこう成立してるから、はい、そうですね、こういうプルオーバー同士でもやっぱり比較的なんかカーディガンとかそういったものをこう巻くスタイルがやっぱり多いと思うんですけど、うん、こういうレイヤードで成立する場合だったらプルオーバーとプルオーバーとかいいですよね。いいですよね。なのでやっぱり最初私が着てたように、はい、全部着てもやっぱりちゃんと色とかが成立していると、うん、肩にからかけても、うん、まあ今日だったらモノトーンに、うん、まあこういうキャメルのアクセントカラーっていうことで相性が良くなると、そうです、ね、はい、思います。というわけで笹岡さんご登場です。はい、はい、すいません、全然インナーがもう全く違うんですけど、ただコーデュロイのこうスーツに、はい、やっぱりもうちょっとこう先っていうか2月から3月、うん、になったらやっぱりこういうちょっとこう春らしいコートに、まあこれ、ちょっと一瞬自分のタイロン剣なんですけど、はい、こういう感じです。こういうちょっと春っぽいコートに、うん、なんかこうしたスーツで、はい、まあ、ネクタイして、コート。それに、赤が入ってますね。コートの上からやっぱりこうニット肩掛けっていう、うん、基本的にはこれも、このスーツの下にとか、着れる、うん、アイテムで。コーディネートとしては、インナーに着ててもおかしくない。そうですね。ものを今は、脱いで巻いてると。はい。はい。そんなこう、スタイルで、ちょっと春先。うん、で、まあ、これも、ちょっとピッティが参考なんですけど、うん、なんか春になったら、本当にやっぱり、ちょっ
ちょっとこう薄手のコートに肩掛け、はい、今まではこうジャケットの上にこう肩掛けって、まあもちろんそれもあるんですけど、うん、なんかコートの上から肩掛けっていうスタイルにしてみたいなってちょっとふと思って、なんかこうコーディネートのこう、はい、アクセントというかこう、はい、充実度っていうのかな、うん、がまたちょっと違ってくると思うんですよ ね、 そうですね。これちなみにちょっと撮っていただくとどういう感じかっていうふうに、ん、撮って肩掛けなしだとどういう感じか、これはこれでかっこいいと思うんですけど、まあそうですね、まあまあオーソドックスな、まあノーマルというかスタイルですよね、はい、オーソドックスなスタイルですね、はいはい、で、まあ、これ多分、うん、あの同系のベージュとかでもいいですし、まあアクセントの色ももちろんいいと思うんですよね、うん、でこれをもう一回巻いてもらえますか、はい、はい、やっぱりちょっとこうコートの上から巻き物すると、まあいい意味でこうわざわざ感っていうか、ちょっとわざわざこう、そうなんですよ、今までちょっとありそうでなかったかなって、うんうん、まあで3月だ4月ってまだ風冷たかったり、はい、そういう場合さっきもちょっと話で出ましたけど、ちょっとこうマフラーがあると、うんうんうん、上のこうちょっと首元を、うん、コートの時は佐々木さんはちょっとねこの結び目が上に来てますけどね、はい、そうですね、襟立てて、はい、上っていうのも、まあ、これから2月とか3月とかまでは十分こう見た目としては寒いですから、そうですね、相性はいいですね、はいはい、なんて言うんでしょう、こうイタリアンなこうスーツとか、うん、そういったものにはちょっとどうか僕分かんないんですけど、やっぱりまあ基本的にちょっとこうトラッドな、はい、あのシャツもボタンダウンで、うん、こういうポルカドット、まあ、90年代のこうスタイルで、なんか最近ね、僕その90年代とか結構ワード多いのと、やっぱりなんかこう10年前の自分で持ってたアイテム、10年前のそのスタイルがなんかこうまた戻っ、一周して一周っていうか、なんか10年前がなんか今っていう感じで、実はこの間10年前のスイードのチェックの3ピースちょっと久しぶりに着てみたんですけど、はい、うん、それもグリーンのタープにグリーンのペンがちょっと入ってる3ピースなんです、はい、でなんかピッティ見ててもなんかまた3ピース増えてるなとか、うん、こうスタイルとか、あとまさにシューズもそうなんですよ、うん、10年前本当にそのオールデンだったりとか、はい、トリッカーズのああいうフルブロウンもそうなんですけど、うん、ちょっとこうなんかああいうレザーシューズ、無骨な、うん、そういうのなんかちょっとまた来てませんか、まあ、ちょっとそうですね、足元はカジュアルな感じの、まあ、ですよ、もちろんスリッポンだとか、はい、まあああいうタッセル系なんかもずっとね続いてますけど、うん、なんかそういった、まあ、その当時の白パンに、その当時白とグレーの薄いこうチロリゴージハウンドトゥースのジャケットに白のタートルとかまさに着てたんですよ、はい、今年そのピッティを見てるとやっぱりグレーとかベージュ、うん、オフ白のそのトーンがなんかまたこう着てるっていうので、はい、うん、なんか本当にこう10年前クラシコイタリアが全盛の頃、うん、その当時のそのまんまのスタイルじゃないと思うんですけど、はい、今結構スーツのスタイルっていうかドレスのスタイル戻ってきてますけど、うん、やっぱりなんて言うんでしょう、ビジネスだけじゃなくて、うん、なんかおしゃれとしてのスーツ、はい、なんかサイジングも結構ゆったりな、うん、僕パリコレでオーラリーもパリコレ見たら、うん、はい、僕すごいかっこいいです、ビジネススタイルとか、うん、でもこうゆったりしたスーツだったりとか、うん、あとパリコレなのかな、あれミラノコレクションなのかな、ビトン、ファレル・ウィリアムスのルイ・ヴィトン、はい、カウボーイの、カウボーイの、はい、あれがなんか妙に新鮮というか、センセーショナルでしたね、かっこよかったな、はい、あと身近なところでは僕やっぱりトッド・スナイダーも、うーん、笹岡さんっぽい、なんかね、ゆったり感っていうか、はい、の気になって、まあピッティはピッティであれなんですけど、なんかやっぱりそのミラーコレとかパリコレのスタイルがやっぱりなんかそのビジネスというかドレスというか、このこうサイジングも含めてなんかすごく面白いなって、なんか今回それすごく感じたんですよ。そのやっぱりこう、まあ、ニューなスタイリングのうち、まあ、いきなりね、こう、カウボーイのスタイリングではないんですけども、今年ニューに見えたのが、まあ、ちょっと形スタイルということで、今回ご紹介いたしました。そうですね、ちょっと話がそれましたけど、やっぱりそれは本当に一つの新しい、なんかトピックスっていうか、はい、そういうふうには感じましたけど、ね。
ですかね、肩掛けスタイル、はい、やっぱり何かこう、うん、いつもにポイントをプラスしたり、はい、トラッドで、ね、ベーシックなんだけども何かこう何かにこうチャレンジするっていう、うん、ファッションの姿勢っていうかね、楽しさが、はい、伝わる回だったと思いますので、うん、ぜひこう物怖じせずにね、ちょっと3回ぐらいやってみてください。そしたらもう自分のものに、なるスタイルだと思います、うん、はい、そう、ぜひトライしてみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました、はい。